かおぼころさんみたいに全部一人で完結できちゃう人って、その曲の完成をどこに持っていくかって決めるのめっちゃ難しいのかなって思う。ねえ、本当、うん、まあそれねですし、強みでもありますからね、うんうん、自分の結局やっぱダウ触れたり音、自分の理想の音がやっぱあるんですよ、うんうんうん、なんかそのストライズでも結構それをまあ追求してたんですけど、はい、なんかすげえビートは強いんだけど優しくって、はい、で歌はなんか前にいすぎない感じ、うん、なんか空間の中に溶けてて、じゃないと結構俺無理なんですよ。だから多分僕の曲聴いた後、うん、アリアナグランデとか聴くと、はい、ボーカルドーンみたいな感じで結構で、ねはい、おえーってなっちゃう、多分一緒に聴けない気がする、うんうん、でもディアンジェロとかああいうちょっと、はい、まあ、その音のなんだろうな質感が似てるあの感じに挟まるとちょうどいいけど、うん、ちょっとモダンみたいな、なんかわかんないけどそういうバランスをすごい探ってたんです、うんうん、でもそれって間違いなくおぼころさんの魅力、最大の魅力ですよね。ありがとうございます。今回あのちょっと山崎さんに事前に伺った話で、あのストライズのその裏側にあるコンセプトっていうか、ちょっとエンパシーっていうフレーズがキーになってるのでは、はい、うん、言いたかった本当という話で、今すごくやっぱそうシンパシーじゃなくてエンパシーってすごく英語圏でとても盛んに言われていることのような気が私はしていて、うん、なるほど、なんか日本だとあんまりちょっとあんま聞かないかなとは思うんですけど、ちょっとその辺の話をおぼころさんから伺いたいなと思いました。エンパシーね、エンパシー俺も知らなかったんですよ、こっちに来て、はい、うんうん、まあ、何のきっかけでしたか忘れたけど、エンパシーってなんだろうと思って調べたらシンパシーとは違くて、うん、シンパシー能力なんですよ、人の感情を、うん、うんと読み取ったり感じることができる能力のことを、はい、アビリティのことをエンパシーって言うんです、うんうん、でシンパシーはどっちかっていうとそう共感していること、共感、はい、シンパシーを感じるとか、はい、うんうんうん、だからエンパシーってなんとインプルーブできるんですよ、そのよくでき自分で鍛えられるんですよ、だから、うんうん、そうで今まで俺なんかあんま共感能力とかもないし、はい、共感することにあんま意味もなんか感じたこともなかったんですけど、うんうん、なんかそのこっちに来てで、はい、最初赤ちゃんみたいな感じでもうずっと、うん、しゃべるじゃないですか、英語で、拙い英語で、はい、そうするとなんか会話って共感ベースで進んでるなって分かるんですよ。あーとかって言っときゃ、はい、向こうが話にこうどん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 乗ってって、はいはい、全然会話は成り立っちゃうみたいな、うん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 、そうなんかそこでなんか共感する能力を鍛えたい、はい、でエンパシーって言葉知って、はい、あ俺なんかシンパシーじゃが足りないんじゃなくて単純にエンパシーを鍛えてなかったんだみたいなって思ったんですよ、うんうん、そうでなんで知らなかったんだろうと思ったら日本語の辞書にないんですよ、エンパシーって、うんうんうん、意味がそう、はい、載ってないから、あなるほどねみたいな、今この世に足りないのはまさにエンパシーで、うんうんうん、シンパシーを探すことではなく、それがしかも辞書にない、その概念が今日本にないっていうのはやべえって思ったんですよ。分断しかないみたいなね感じが、おね、だからエンパシーっていう言葉を辞書に載せるか、はい、もしくはそれを感じられるような作品を作ってみたいって思って感じですね。そうですか。でもそのエンパシーを音楽で伝えるっていうのは、おぼころさんにとってはなんかどんな作業でしたか。すごくエキサイティングな。いや、難く、うん、いや、わかんないです。だからもう、何を、自分でも何を言ってるんだっていう感じだから、でもなんかそのコンセプトが頭からこびりついて離れなかったから、まあでも自分で作ってみて、人に聞かせてみて、うん、で、なんか、すごい首を振ったとか、うんうんうん、ちょっと口ずさんだ、あそこ口ずさむんだみたいな、なんかそういう、あこのフレーズは残そうみたいなとか、言い事できる。だから、あ、そしたらまあ一緒に乗るってことじゃないですか。うんうんうん、あ一緒に乗りたい音楽作りたいんだな、俺、みたいな。うん、そう。っていう感じなんですよ。で、なんかそういう、それってまあ音楽の普通の基本ですけど、なんか今までやってこなかったし、でもそれをその何かに例えたいなって思ったとき、なんかランニングしてたらストライズっていうコンセプトを思いついて、っていう感じですね。そうなんですね。ストライズっていうコンセプトをちょっともっと踏み込んで説明していただきたいなと思うんですけど、まあ、歩幅とか、歩幅っていうかその、そうそう、またぐみたいな大きな一歩みたいなイメージが出てきたんですけど、そんな感じです、はい、もうなんか今までね、うん、人生の、はい、
スピードに注目しすぎてたんですよ。速さ、どんだけ速く走ったかとか、うん、誰、あんま比べることないけど、まあ、あいつ速く走ってるなとか、なんかあるじゃないですか。はい、それはまあ同業者とかを見ていて。そう、だからこの加速主義的な社会の中で、はいはい、なんか、そう思って、でも一回立ち止まる機会か、ね、コロナであって、全員で立ち止まったって、振り返ったときに、なんか、そのスピードに注目すぎる代わりに、そのストライド、うん、注目してみたいなってなんかふと思ったんですよ。はい、なんか始めるときは小さな一歩だし、うん、調子が出てきたら大きなストライドになるし、うん、結局人間歩き続けなきゃいけないから、うん、なんかこうストライドなんですよね。その、うん、人生のそれぞれの歩幅があるみたいな。はい、で それに気づいたとき、それにすごい注目して、あ、じゃあ自分がなんかフロントランナー、まあ、あるいはペースメーカーとして、はい、こう誰かを導いたり。なんかこうできないかなみたいな、うん、そうまずは小さなストライドでとか、うん、なんかそうこの星の未来は私たちの気分次第なのよみたいな感じでこう、うん、なんか一緒に、はい、ストライド歩幅を合わせる感じ、うんうんうん、そう今一番世界に足りないことだから歩幅を合わせる人と、うん、早く行き過ぎそうそう本当に歩幅を合わせそうで歩幅を合わせるってやっぱ優しさが大事だし、それこそエンパシーなんですよ。はいうん、まさに、はいうん、そう。そう思いました。うん、そうかそうか。ストライズの離陸の中で、なんだっけ、走り終えてもなお走り続ける、あ、走り終えてもなお歩き続けるのがプライドっていう。プライド。があって、なんかすごいそれが心に響いてきました。ああ、そうなんだ、嬉しい。かっこいいと思って。走った後歩くんだみたいな、なんかちょっと今すごいアホっぽい感じになっちゃった。いや嬉しい。でも俺も気に入ってるんです。そうですか。結局やっぱね、前に歩かなきゃいけないし、うんうんうん、人生でマラソンが終わっても歩かないと死んじゃうから、確かに結局歩き続けないといけないんですよ、人間は、うん、走り終えても、うん、本当ですね。だからそうだから本当そう思って、はい、そうだから走り終えた後にまた走らせるんじゃなくて、今度歩いてもいいんだみたいな、それこそ歩幅を変えて、そうそうそう、スピードを変えて前に進むことっていうのが嬉しい。イエーイ。めちゃくちゃ嬉しいな。そうですか。それめっちゃめっちゃ、私今子供が1歳半なんですけど、はいはいはい、本当そのフィジカルな意味の歩幅、そうもうなんかすごい感じちゃって、はいはい、からよちよちになって、そうそうそう、ね、今ほんとよちよちの時期なんですよ。あ、なんかそう、このストライズは一行一行結構噛み締めながら、あ、嬉しい、聞きました、ありがとう、シェイシェイ、ありがとう、嬉しい、名盤をありがとうございました。はい、あ、嬉しいわ、ちょっと、そうです、ね、私にとってもそのさっきもいつ聞いてもハマるなって思いながら聞いてましたけど、うん、まあ、結構ことあるごとに私の人生の中でもこうね聞き返す作品になるんだろうなって。うわ、嬉しいですね。でもそういうのって、心の自分のマスターピースってやっぱ音楽好きな人は絶対に人生に必要なものだと思うし、うん、うん、そうなんですよ、出会えて嬉しいですね。ああ、嬉しい、嬉しいわ。気分がいいです。あ、もういいです、ね、火曜の朝。はい、ありがとうございます。で、あとはそのお袋武士みたいな感じ の、 そのちょっとアトモスフェリックな恋愛の描写とか、その愛する声の目線で歌った曲、やっぱり結局しびれて、まあ、個人的にはバターがすごい好き、っていうかバターなのベースラインもすごい好みでした、うん、あれサチモスのスー君ですよ。あ、そうなんだ。そう、サンダーキャットかなと思いました。なんか本当にサンダーキャットよ。もうサンダーキャットよ。スー君、もうスー君グループ。あれだって2、3本ぐらいしか撮ってないですよ、ベース。そうなんですか。それ、うん。まあもちろん分けて撮りましたけど、最後なんかもう、もう一発目のが良すぎて、もうこれでいいや、みたいな。そうなんだ。本当そんな感じ。まあ、ちなみにマークもスー君です。あ、そうなんですね。やばい。あ、そこのなんかグルーヴ感がなんか個人的に。いやー、ね、なんかね。なんか、うん、本当はね、ワークだけ弾いてもらうつもりだったんですけど、はい。そう、めっちゃよかったから、バターも弾いてもらって。うんうんうん、ワークはね、なんか、はい、彼 の、 その生きるためには働かなきゃなっていうのが、すごいなんか、素晴らしい。
わかる気がします。そうなんですね。なんかバターもそのなんだっけカルティエに言及するラインがあって、はい、あなんか超ロマンチックと思って聞いてました。カルティエ意外といないですよね、言ってる人。耳に光るでしょ、カルティエ。耳に光るから。で、グッチとかいるけどね。そうそう、私まさにとか、そう、この間自分でグッチのピアス買って、それはでも自分のために買ったんですけど、そのおぶころさんのそのカルティエのラインを見て、あ、なんか、なんていうんですか、好きな男性が自分の耳元を見てる、そんなのめっちゃロマンチックじゃんとか思って、カルティエにす、もっと頑張ってカルティエ買えばよかったみたいな。はず。いやいや、みんなそれ、はい、いや、意外とカルティエって言ってる人いるな、みたいな。俺も買ったんですよ。これカルティエだし。あ、そうなの。え、めっちゃいい。そうなんだ。さすが俺のヴィーナス。そう。おそう。使ってる。まあ、そうなんですね。今回このストライズ全7曲を完成させて、はい、今のお気持ちってどんな感じですか？早く、あ、もう遊びたい。うん。早く。まあ結構今ショッピング楽しんでるし。おぉ。ああ、ちょっと、うん。でも、毎回アルバム出すたんびに世界から消えたいなって思うんですよ。そうなの？あの別に、自作曲願望とかじゃなくて、単純に、もう、みんなの注目を浴びてるのがあんまり心地いいじゃんっぽい、うん、タイプじゃないっぽいんで、はい、普通に、さっと消えたいなって思う時が多分、もうそろそろ来るはず。ああ、そっかそっか。まあ、今回は逃げないって決めたし。すごい。って感じですね。そっか。でもね、皆さんの反応も楽しみですよね。そうですね。もうでもこのインタビューが、ね、公開されてる頃には、はい、みんな聞いて2日目とか3日目とかですもんね。楽しみだな。ね、楽しみですね。